トベから誕生したボーイズグループインプが CRUISIN で世界デビュー。異例の経歴とメンバーの豪華な共演に注目。CRUISIN での世界同時配信デビューに対する日本の熱狂。芸能事務所トベから新たな才能が誕生した。デジタルシングル CRUISIN で所属する7人組ボーイズグループインプが世界同時配信デビューを飾った。 その際の記録的な成功を鑑みると、彼らの未来は明るいものと期待されている。しかし、一風変わった事実が浮かび上がっている。なんと、飛べにはすでに元 V6 の三宅健、元キングプリンスの神宮寺雄太、平野耀が在籍しており、インプ、はこれらの豪華メンバーの後発となったのだ。本校では、戸部の新進気鋭グループ、インプ、の待望のデビューに隠された舞台裏を探ります。 インプの異例の経歴、ジャニーズ事務所からの脱退とトベイの遺跡。インプは2020年10月、当初はジャニーズ事務所でインパクトワーズとして活動を始めた。しかし、23年5月になると、メンバーたちはジャニーズ事務所を退所する決断を下ろした。そして、その後、滝沢秀明氏が率いる新たな事務所、トベイの所属が発表され、グループ名も新たに、インプと改められた。 この異例の経緯が、彼らのデビューにおいて特別な注目を浴びる一員となった。戸部に在籍する豪華メンバーたち。戸部にはインプ、より前にも豪華メンバーが集結していた。元 V6 の三宅健、元キングプリンスの神宮寺ゆ太、平野仕様は、すでに戸部の一員として活動していた。特に神宮寺と平野は、インプ、デビューの前から、戸部の一環として注目を集めていた。加えて、 元ジャニーズジュニアの大東達も8月16日に所属が発表され、飛べの底力を証明していた。岸優太の飛べ、加入の噂と、インプ、レビューでの可能性の高まり。話題はここで終わらない。元キングプリンスの岸優太が9月30日にジャニーズを退所することが決定しており、その後の飛べ、加入が噂されていた。しかし、今回のインプ、レビューにより、岸の 飛べ入りがより可能性が高まったとの見方が広がっている。女性指揮者はこう語る。同じ元金プリの神宮寺、平野は陰プより先に飛べに合流していましたが、デビューは陰プが先になりました。神宮寺、平野は十分人気があるので、すでに楽曲を発表していてもおかしくないのに順番が逆になったのは、騎士の参加を待って三人で活動するからとの見方があります。騎士ユうタの、 トベへの加入が待たれている中、既存メンバーたちは新たな才能との共演に期待を寄せているようだ。やめジャニ現象の影響とトベの未来展望。やめジャニという言葉がトベを取り巻く状況に欠かせない要素となっている。著名なアーティストたちがジャニーズ事務所を退所し、トベに新たな息吹をもたらしている。一方で、オーディションで発掘された新人たちのお披露目も楽しみなところだ。こうした背景から、 トベは今後どのような展開を見せるのかに注目が集まっている。待望の新生インプが切り開くトベの未来。インプのデビューは単なる音楽の新作リリースとは異なる。トベの中でどのような位置づけとなり、既存メンバーたちとどのような共演を果たすのか。そして、岸優太のトベへの加入の可能性はいかに高いのか。これらの疑問がファンたちの心をくすぐり続けている。 未来への期待と興奮が交錯する中、戸部は新たな時代を切り開く神聖、イ陰プを用し、さらなる成功の道を歩み始めている。